ホッケーリンクとはアイスホッケーの試合を行うために特別に設計されたスケートリンクのことである。形状は四隅が丸くなった長方形をしており、周囲にはおよそ40インチの高さのボードと呼ばれる囲いが施されている。単にリンクと呼ばれることもあるが、リンクは本来スピードスケート及びフィギュアスケート場、ローラースケート場、 カーリング場などを幅広く指す言葉である。ゲームで用いられるパックがリンク表面から飛び出して観客に怪我をさせるのを防止するためにボードの上部に透明な硬質ガラスやアクリル樹脂の板が取り付けられているリンクも多い。さらにその板の上部に防護用のネットが取り付けられていることが一般的である。板に当たって跳ね返ったパックが再びリンク上にある。 場合にはプレイは継続されるが、ネットに当たったパックがリンクに戻ってきた場合には、プレーは中断されフェースオフが行われる。ホッケーリンクのボードの外には、次の通り5つから7つのベンチが設置されるのが、一般的である。なお、2つのプレイヤーズベンチが、リンクサイドの同じ側にある場合と、異なる側にある場合がある。今日の NHL においては、前者が推奨されているが、 その理由は、校舎では、ペナルティボックスからベンチまでの距離が異なることとなり、ボックスから遠いチームに不利に働く場合が多い、ためとされている。リンク上に描かれるラインには2種類の太さがある。太いものは12インチであり、細いものは2インチである。レッドラインは、リンクの中央部にあり、リンクを2つの領域に区分している。 このレッドラインはアイシングおよびオフサイドの判定を行う場合に用いられる。このラインは太い方の線で描かれている。なお、アイスホッケーのルールの違いを論ずる場合において、時にレッドラインなしのルールでといった表現が用いられるが、これはオフサイドなしのルールで試合を行うことを意味しており、アイシングかどうかの判定においては、レッドラインは依然として有効である。二つの ブルーラインは大雑把に言ってリンクを3つの領域に区分する線である。これも太い線で描かれている。リンクの両端近くには細い線でゴールラインが描かれている。この線はゴールおよびアイシングの判定において用いられる。リンク上には9つのフェースオフスポットがある。両サイドのエンドゾーンにそれぞれ2つずつニュートラルゾーンに4つ。 さらにリンクの中央に一つのスポットがある。フェースオフの大半はこれらのスポットで行われる。フェースオフスポットのうち、リンク中央部のものと、両、エンドゾーンにある四つには、フェースオフサークルがあり、スポットの外周に円が描かれている。また、両、エンドゾーンのスポット近くには、ハッシュマークが描かれている。これら、 フェースオフサークルとハッシュマークはフェースオフが行われる場合における各選手の正しいポジションを示すために置かれたものである。リンク中央部のフェースオフスポットは通常青色で描かれる。また中央部のサークルは赤色ないし青色で描かれる。その他のスポットおよびサークルは赤色の線が用いられる。リンク表情の両端のゴールライン中央には 金属製の枠と繊維製の網で作られたゴールがある。アイスホッケーの試合においてはこのゴールにパックを入れることにより得点が競われる。ゴール開口部の大きさは幅6フィート、高さ4フィートである。ゴールを構成する金属製の枠のうちゴールラインから垂直に伸長している部分のパイプをゴールポスト、そのゴールポストにつながってリンク表面と平行な部分を クロスバーと呼ぶ。ゴールの枠はゴールラインの後方にも44インチ伸長し、その角は半径20インチの丸みが付けられている。このゴールフレームの丸みを帯びた部分がないと、アイスホッケーがゴールの背面でもプレーを行うことが可能であるという特色を有することから、ネットの背後にいる選手がゴールフレームに沿ってパックを前方に正確にパスできるようになってしまう。 この丸みによって、パックはあらぬ方向に跳ね返ることとなり、両チームにとって偶然性がもたらされる。ゴールフレームの背面は網によって覆われており、ゴールの空間内にパックが止まる役割を果たしている。ゴールポストとクロスバーは赤色に塗られている。ゴールフレームのその他の部分は白色に塗られている。また、ゴールフレームの内側は、ゴールに入ったパックが跳ね返って、 外に飛び出さないように衝撃を吸収するパッドが施されている。ゴールフレームは柔軟性のある杭でリンクの表情に固定されているが、これは勢い余った選手がゴールに衝突する事態に備えて自由に動くことを確保するためである。なお、柔軟性のある杭を用いる場合には、成功利者で修復することができないほど直径の大きな穴を開ける必要があるために、 その他の競技にも併用する多目的リンクにおいては、ゴールの固定のため氷の中に4分の1インチ程度食い込む金属製のピンが用いられることもある。ゴールの前面にはゴールクリーズと呼ばれる細い赤色の線で囲まれ、その中が薄い青色で塗りつぶされた領域がある。この領域はゴールキーパーが自らの責務を他者の妨害を受けずに行い得るよう、 特別に定められた場所である。多くのアイスホッケーリーグは、このゴールクリーズ内の領域にパックがある場合において、そのパックの位置よりも前方に、攻撃側の選手のスティック、スケート靴または、体の一部があってはならない胸のルールがある。このルールを適用する場合には、ゴールクリーズは薄い青色で塗られた領域から、クロスバーに達するまでの垂直的な空間に及ぶ。 もっとも、このルールは NHL をはじめとする北米地域のプロリーグにおいては採用されていない。アマチュアリーグ及び国際ホッケーにおいては、ゴールクリーズの形状は半径6フィートの半円形をしている。これに対し、NHL その他の北米のプロリーグにおいては、日本のゴールポストの外側1フィートの位置でゴールラインから、 リンク中オ部ブに向かって描かれた直線によって半円が切り取られ、例えるならば食パンの断面のような形状をしている。レフェリークリーズとは、スコアキーパーベンチの正面にある半円形をした領域であって、プレーが止まっている場合に選手が入ることが許されない場所である。プレーが進行している最中には、何らプレーに影響を与えないものである。 ブルーラインはリンクを3つの領域に区分する。真ん中の領域はニュートラルゾーン内視は単にセンターアイスと呼ばれる。これに対し、外側2つの領域はまとめてエンドゾーンと呼ばれるが、より一般的には各チームに関連付けた用語が用いられることが多い。すなわち、あるチームが攻め込んで得点を上げようと目論んでいる方の領域をアタッキングゾーン内視。 オフェンシブゾーンといい、そのチームが守るべき自身のゴールがある方の領域をディフェンディングゾーンないしディフェンシブゾーンという。ブルーラインそのものがどの領域に含まれるかについてはパックがある場所に応じて決定されることとなっている。例えばパックがニュートラルゾーンにある場合にはブルーラインはニュートラルゾーンの一部を構成することとなり、この時 ブルーラインがエンドゾーンの一部となるためにはパックが完全にブルーラインを超える必要がある。また仮にパックがエンドゾーンにある場合にはブルーラインもエンドゾーンの一部であるとみなされ、この状態からブルーラインがニュートラルゾーンの一部に変化するためにはパックがブルーラインを完全に超える必要がある。ホッケーリンクの寸法については2つの規格がある。一つは 主として北米において使用されるもので他の一つは主としてその他の地域で用いられるものである。なお1フィートは0.3048メートルである。北米における北京リンクは一般的には NHL の使用に基づいて設計されており、おおむね長さ200フィート、幅85フィート、四隅の丸くなった部分の半径は28フィートである。また、 エンドボードから近い側のゴールラインまでは11フィート、ゴールラインから近い側のブルーラインまでは、それぞれ61フィート、2つのブルーラインの間の距離は50フィートとなっている。北米以外の地域におけるホッケーリンクは、一般的にインホフの仕様に基づいて設計されており、おおむね長さ61メートル、幅30メートル、四隅の部分の半径は8.5メートルである。 また、エンドボードから近い側のゴールラインまでは4メートル。ゴールラインから近い側のブルーラインまでは、それぞれ17メートル。二つのブルーラインの間の距離も、また17メートルである。ありがとうございます。